お名前、誕生石はルビー、年齢33歳、職業二児の母兼パート。パートって部分ってこと？男性の性欲っていつまであるのでしょうか？ちょっと待って、まだ続きがあるんだ、はい、聞いて、はい、主人の相手をするのがちょっと嫌です子育てと仕事でいっぱいいっぱいです。あ、ちなみに主人は6歳年上です。あ、彼女は33歳ですから。これ宇宙用語書いたんじゃないの？いやご主人39歳です39歳。あなたではありません。84歳でしょ旦那さんに早く借りてほしいってこと、ね、これあすぐ大きい神様が決めるでしょ。神様が決める、はい、神様が、あ、後ろめですみたいな。昔聞いたのは、最後に赤い玉が出たら何言ってんの？先輩、先輩中学生レベルですよ。ちょっとね、ひどいですね、三条先生。なんて言ったの？それって旦那さんじゃなければいいってことですか？そうだそういうことじゃないの？個人差もあるし、ね、個人差もそうですね。そのどこで借りたとかさ、どこまでがこうなんかね、主観的ですもんね。な、別に封筒が郵便で来るわけでもないし今回で終了となりますってね。奥さんまだ借りませんよ。結論としては、はい、借れないってことですよ。残念でした。お名前、真由美さん、33歳、職業内緒、担当医三条先生。おはいはいはい水飲んでました。エッチなキスがしたくなった時はどういう風に誘えばいいですか？僕がね、普通にしてる時にいきなりもうむさぼっちゃってください。むさぼるね。むさぼる、これは DVD 売れますね。売れますね。これはすごいですよ。やりましたな、これは。やりましたな。三条先生の患者さん、絶対これは必要ですよね。むさぼれ、むさぼれ、むさぼれ、女性の方からむさぼってしまえってことなんですか？そうですね。もうシャレ神戸になりそうです。お名前、心よりも財布が寒いですさんから。お疲れ様です。わかるわかる。年齢、多分40歳。多分。職業、北風。寒い寒い。それ寒いな。好き好き。担当医師は、お、夢よくわくらん。あ、やっぱ北風さんですからね。女性に言われて一番きつかった涙した言葉は何ですか？予備校生の頃ですよ、の時に付き合ってた、あの、そんなシーンとすんだよ。彼女がいたんですけど、なんかで喧嘩したんですよ、うん、バス停までこう口喧嘩しながら壊れてたんですよ。カー言って、でが、どう、大丈夫か、あ、君がやってんのか。LINE さばくの三条先生、でこう歩いて喧嘩したんですよね。ああ、で人がいっぱいこう帰宅時間だったんで、お客さんがバスの待ってるお客さんがなんつう、はい、その彼女がバッて前来て、それでいきなり俺の頬をこう、行こうとしたんですよ。ああ、僕武道をやってるので、うん、こう来た瞬間にスッて避けちゃったんですよ、うん、なんで避けんのよ。避けるわ。なんかあったの？いや、何もなかったんですよ。結局向こうの勘違いらしいんですけど、なんか知らないけど、なんか怒ってたんで、お前何怒ってんのって話になったら、いやいや、楽になれよ。楽にならないよ。認めろよ。あ、落ちた。認める。僕は何もしていない。あの、お笑いライブみたいなの見に行って、でもことごとく女の子が笑う芸人と僕が笑う芸人が全然違いすぎますよ。その時に言われた、その時もう、あ、なんか付き合うか付き合わないかみたいな、好きかって伝えるか伝わないかみたいな感じだった時に、終わった後に言われたのが、笑いのツボが違いすぎる。お笑いライブいいかもね、そういうの分かるからね。お笑いライブで俺の人生左右されたくないですよ。だからこそあんたお笑いのタレントとしてこんな成功してるわけよ。俺のお笑いやるために来たんだ。お笑いやるために日本に来てないわ。今の言葉が一番ひどいんじゃない。多分この中で一番ひどいこと言われてるであろう人は間違いなくブラディですよね。ピースか分かんない。俺はよく言われましたよ、どんな女性に、はい、もうお願いだから全ての話にオチをつけるのやめてって。これは結構ショックですよ。あ、私、私あるけど、あるよ。とっても若い頃に、はい、あの、彼女と計画を立てて秘湯の旅を
そこに行ったんですよ。だからすごくウキウキして、はい、僕風呂入って、はい、鼻歌歌いながら、はい、部屋に行ったら彼女がね、ちょっと表情硬いの、ね、でさ、実は私好きな人がいるの。それからどうしたんですか。ルームシェアみたいな感じ。一緒に温泉とはも入らなかった。入らないですよ。それがあるから今の私があるんだね。女性今幸せなんでしょうね。怒ってんの。知らない。でもすごい楽しみにしてる男性と、うん、最初からそういうつもりでいたこの温度差がたまんないね。あ、辛いね。しかもさ、その好きだ、好きな人がいるっていう相手は、うん、僕の後輩だったんだ。トレンディードラマみたいですね。お名前かなさん24歳、書店で働いてらっしゃいますね。はい、はい。担当医師は沢登さんです。あ、はいはい、沢登先生、はい、沢登先生が笑顔でポンポンを振る姿が見てみたいです。ありましたね。あったね。そろそろ枯れそうです。どうかお願いします。こんなポンポンないですよね。ポンポン用意しようか。あるでしょ。あるんですか。ポンポン。ちょっと待ってください。あなたが出てる時は必ずポンポン用意されてます。ポンポン、はい、ポンポンないね。ポンポンないよね。ポンポンないよ。ポン、ポン、ほらほら、ポン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 、ね、なかった、今やってましたから。ちょっと残念でしたね、これ。残念でした。なんか別なものを振ってもらいましょうか。あ、じゃあ、エアポンポンでいいじゃない。エアポンポン、エアポンポン、やりなさいよ。せっかくだから、ちょっとポンポン振ってみて。アメコ、20歳、職業妄想族。担当は私ですね、はい、先生方は霊を信じますか。フラディ先生、割と意気揚になって出るタイプ。見たことはあるんですか。あります。え、ブラディ先生は。僕は見えません。ドクターは見えます。あなた自身がモンスターでしょ。あなたもモンスターじゃない。そこそこ、はい、ブラディ先生はよく六本木の深夜でエクトプラズム入ってますからね。俺は逆に一度でいいから見てみたいですけど、ね、ああそう、見たことないので。そうですね。ただ相当ビビると思います。あれ、一回ありましたよね、民宿で、みんなで行った時に、うん、幽霊の話、ずっと霊の話をしてたんですよ。夜中の2時に、はい、これでもうなんかよく優しくしてくる民宿のところでね、はいはい、ただ夜中の2時半ぐらいにもう寝ろということで民宿のご時間がふっと入ってきてる。出たって次の年から貸してもらえなくなりましたよね。おバケと間違えちゃったんです。いろんな、まあね、レム睡眠、ノンレム睡眠ってこう、ね、睡眠の切り替わりのところでやっぱりあるんですよ。わ、医者らしい話。まあね、まあね、たまにはしないとね。そうですよね。我々の存在意義がどんどんなくなってきてるじゃない。ちかさん、年齢20代、専務職、担当バウム教授。おいおいおい、ね、先生、事務長さん、こんばんは。男女の正しい距離ってどのくらいですか。距離って、はい、気持ちの近いですよ。近い近い近い。まだ何をやってんの。くっつきたいじゃん。はい、くっつきたいな、はい、男女の場合はやっぱりそのどれだけ相手の好意を持ってるかの距離ってあるよね、はい、女性を見るときに、うん、なんかずっとなんか見ていたら失礼に当たるんじゃないかとか、はい、なんかそういう時々ちょっと恐れを抱いたりなんか。そうですか。いや、そうないですか。舐め回すように見たらそれは。あああったね。俺がやったって話じゃないですよ。なんだろうこの関係本当に。それから気になるのは、うん、女性の社員を何々ちゃんというちゃん付けで呼ぶようになるっていう、そこになんか呼ばれたくないっていう方ももしかしたらいるんじゃないかと。相手によりけりでしょうねこれね。ちょっと気になる時あるんですけど、ね、男同士でもいますよね、ちゃん付けでいきなりあんまりよく知らなくても、うん、あ、そういえば最初に会った頃松本さん、関ちゃんって言ってくれた。いやそんな、あんまり年がないんだからさ、いいよタメ口でって言ってくれたんですよ松本さん。だって俺なんか権威よって呼びつけてさ。電車に乗ってさ、上司とさ離れたらおかしいよね。電車で あるじゃないですか、はい、結構みんなキュッて座ってんのに、うん、女性の隣だけやっぱりちょっとキュッてついちゃ悪いかなとか思って、うん、そういうのってないですか。ありますよ。全然ないです。あ、そうですか。だって7分の1でしょみんな。まあまあそうですけどね。それ就職する人が悪いんですから。いや、そうですけどね。すごいやっぱ電車なんかこの当たってるとね、なんか伝わってくるものがあるんですよ。なんか ああいう時どうします。隣のすごいちょっとまあ小綺麗な女性がすごい疲れて眠っていて、こうやって来ちゃうというか。
で、どうしてます、いつも。全然嫌じゃないですよ。起こしてあげる人ですか。乗せてあげてますよ。あ、そうなんだ。じゃあこれが男性だったらどうなるの。これが男性だったら何すったって普通にこれぐらいの距離感で喋ってる。これぐらい喋ると近いですよね。近いですか。あ、やっぱ個人差だなこれ。あんまり気にすぎちゃうと逆に向こうになんかそういう反応。そうですね、巻き尺とかさ、こういうの持っててさ、だんだんこう遠いよ。お、いいんじゃない ?78cm。常に 78cm。そう、78cm。78cm です。78cm。お名前、リオさん。年齢、八方斎。八方斎。おいしそうですね。ああ、いいね。職業、仕事人。お、うん。闇に行きますね。はい、プロフェッショナル。担当、ドクター早見。同僚の女性が良き父親で有名な上司に褒め言葉で課長って全然いやらしくありませんねと言ったら、俺にはもう男としての魅力がないのかと落ち込まれました。男性はいやらしいと思われたいのですか。微妙な男心を教えてください。言葉だね。女性が褒め言葉のつもりで全然いやらしくないですねって言ったら、もう俺には男としても魅力がない。早い早い、ドクター。おさ、ベテラン、ベテラン勢、ベテラン勢が、この質問はやはりこうベテラン勢にぜひお伺いしたいところですよね。なんて言われたらやっぱ喜びます。いつまでも現役ですね。いやでもそれはなんかちょっと言えない感じがするですよ。課長に言えないみたいな。課長に言えない。課長にはちょっと言えないじゃないですか。じゃあ課長は素敵ですね、いつまでも。ああ、まあ、そうですね。素敵って言葉はいいですよ。いいですね。そうですね。要するにあの男性はいつまでも男っぽいみたいなことを言われたいんじゃないですか。やらしいとかっていうよりはセクシーとか、うん、課長ってセクシーですね。シンパシーになっちゃって、シンパシーに全然心がこもってないです。まあまあどうぞどうぞ、いっぱいもう周りの社員もね、みんなね、いやセクシーだからセクシー課長、セクシー課長、セクシー課長、セクシー課長。いや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 、ブレイクブレイク。お名前、さちこさんからいただきました。年齢が天才、職業が武士ということですね。武士。担当沢登先生だそうです。のの、はい、お伊勢の皆様、事務長殿こんばんは。こんばんは。拙者週末武士をなりわいとしておりますが、刀がうまくさばけません。どうか美しい盾をご指導いただけますませぬでしょうか。よろしゅうお頼み申し上げ候。ユーミンと沢登君がさ、君さ、あの時代劇好きでしょ。好きです。二人でほら、まあ、見てみたいよ。じゃあスペース当てますか。この江戸制服を企むうさ耳のたっちゃんだ。うさ耳の立つ、聞いたことがある。うさ耳あるところ、しかずのがある。しかずの来い。お名前、お豆。年齢、みそじ。担当、沢登先生。はい。最近寒くなったせいか寂しいです。慰めてください。一言ずつ慰めようよ。大丈夫、僕がこの温かいシューマイで君をポッケに入れてるやついるかい。温めてあげるよ。寒いの。本当だ、震えてるね。あ、これつけると少しは暖かく。へえ、鹿耳つけた君ってすごく可愛いね。すごく魅力的だ。すごく寒いのになんか僕心がホカホカしてきた。だから君を温めてあげる。
寒いの？寒い時は僕と一緒にホットミルク飲もうか。2ガロンぐらい飲むと胸も大きくなるらしい。ガロンなるんだ、ね、ガロン僕と一緒にホットミルク飲もう。大丈夫、寒いの。まずは一緒にお風呂に入る。変態じゃん。背中流してみようか。え、お風呂はいい？本気だから。じゃあ朝まで一緒に寝ようね。自分の番来るのに。あ、何？寒いの？いや、今日そんな寒くねえ。あ、寒いの？ちょ手貸して、手貸して。ほら、俺の手のがあったかい。ほら、これ頭ね。しょうがねえな。のけそうだ。あったまったろ。引いてる。寒いの？そっから入る。お財布出してもらう。はい。300万ぐらいでいいかな。黒。寒いのかな。何寒いのかって自分のことじゃないですか。熱があるんだな。あ、焼酎のお湯割れるよ。この赤いのは梅干しだよ。大丈夫、温まって元気になるよな。恥ずかしい。もうこういうのほんと勘弁してほしいですよ。いやいや大丈夫です、もう精一杯頑張ってますから。ごめんね。さっきね、俺はもういやらしくないの、ね、枯れてんのかとか言っちゃったけど、全然そんなこと思ってない。おじさんは枯れてない。寒さなんか助けて。さあ行こう。どこへ行くんだよ。もうダメだ。もうダメだ。終わりだ。おいで。朝までずっとこのままでいてあげる。こんな寒い夜にはホットビールで乾杯だ。乾杯。あ、あれ、これだけじゃなくて、本当だったら、これだけでも全ての物語っていう。もうこれで捕まらない。帰んな。一応、先生、一応締めですね。まあこれにて診察は終了です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ご苦労様でした。はい、退場しましょう。はい、ご苦労様でした。いやいやいや。ああ、汗かいた。診察の方行きましょう。はい、はい、お名前がおとももちの会の方からいただきました。19歳で職業はスナイパーだそうです。おお、スナイパー、スナイパー、すごいな。担当が私弓岡クランドということでございまして、はい、お悩みが猫のポーズで許してにゃんと言ってください。カメラ今度こっちからだからね。じゃあ行きましょう。はい、はい、事務所から。え、ポッポやで、ポッポやで、もうポッポ、許してにゃん、はいはい、許してにゃん、許してにゃん、許してね、許してにゃん、許してにゃん。寝ちゃうよ、お腹見せる。許してにゃん。
許してにゃん。そんなことないよ。それは許してにゃん。お名前カノさん、はい、年齢22歳の、永久就職先休職中。あ、お旦那さんの方ですね。求めてるんですね、はい、担当バウム教授ですね、はい、SSDS といったら白衣、白衣といったら制服、毎回ナース服で参加しています。ありがとうございます。ありがとうございます。先生方が着たい、もしくは好きな人に着せたい制服はありますか？いいですか？いいです。はい、あ、父兄さんとかね。あ、いいさん、ミニスカポリス的な。いや、もういいですね。逮捕されたい。あ、もう逮捕されたい。みんな、みんなそうでしょ。いや、別に不敬なんで。K さんっていう、さんは僕はあんま入ってこないです。あ、そう。これやっぱりあのバーテンダーの女性みたいな、ブラウン。ああいう人にならもう飲まれたい。飲まれたい。私はもう単純にナースですね。日活時代からですか。はい、ね、あ、何歳？日活時代。知らないでしょ、そんなこと。ここにいる人どうするんですか、この空気を。聞きました。いきなりの音が聞こえましたね。僕はあのバリスタの格好、さっきバーテンってありましたけど、うん、ロングのこういう、あー、わかりました。タブリエですね。いい高すね、僕それ好きよ。ユミンは？僕はあの丸の内 OL ですね。OL さんの制服 でその OL さんの着てるんです。時間帯が必要なんですけど、うん、お昼時ですね。あ、こういうのつけてる、はい、でお昼時に信号で大きな、うん、あのお財布持って、うん、あ、うんうん、でこっちは、ね、ルイ・ヴィトンとか書いてるのに、はい、こっちはあのコンビニの袋とかこう持ってる状態で、うん、上中下って3人ぐらい背丈があって、この間の合コンどうだった、次の合コンどうするって話をしてる OL を見るのがすごい好きです。リクルート女子、あ、黒いスーツ、はい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 、そうか、これから就職だったりとかする子たちを頑張れよと見ると特に思っちゃいますね。そっち系ですか？どういうことですか？そっち系ですか？どういうことですか？頑張れっていう ね、 そうですね、素晴らしい、あ、なるほどね、素晴らしい。事務所は制服、僕ポンと浮かんだのは十二人上だったんですけど、あれ制服か？制服？でも平安時代の制服にはなりません。まあ、事務長は変なお店を想像してないですか？変なお店じゃないじゃない。でも一番バックで12人ってなかなか。ちょっと違いますから。ブラディは？もうもう動きがなさそう。だからよく発砲とか行くときに、あの着物出てくるときすごくいいじゃないですか。ね、中井さんとかね。あのだけどそれを超えるのはやっぱりナース全般ですね。ナース全般。全般ですね。あのやっぱりナースはどんな、あの、あれでもいいですよ、ね、僕ナースに変えていいですか？変えていいです。学校の先生。でもいろんな人に制服っていうイメージじゃない。いや、制服じゃないけどこうなんかこう短くなくて、ジャージ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 ね、ノージャージ着てるよね。スカートが長くもなく短くもなく、はいはいはい、それちょっとこうふくらはぎがキュッとしていて、黒板にこう書いている先生の後ろ姿が好きです。あー、わかるわかる。ちょっとスカートのあたりにチョークとかついちゃってるんですよね。ついちゃってね、少し。まあ、先生もいますよね。白衣の先生、白衣の先生もいいですね。あ、保険の先生もいいね。ジョイさんみたいな。じゃあそんなことでいいか。はい、以上最後の診察をお送りしました。ありがとうございます。それが最後の診察が。こんな制服しに。あ、でもこの制服もよくありません。あ、これこれも可愛いですね。可愛いですね。これは何ですかね。海外のメイソレータムの、そうかもしれない。そうですね。ナイチンゲールみたいな。ナイチンゲール的な。